なりたい自分になるために具体と抽象の往復をしないとダメですよね。もちろんそうですよね。松尾さん、どんな自分になりたい？なりたい自分、まあいろいろありますけどね、まあ、強いて言うならこうかっこいい人とかにはね、なりたいですかね。じゃあそれはかっこよさとは何かっていう話になってくるよな。お時間大丈夫そうですか？じゃあ、 まあ松尾さんの思うかっこいい人をちょっと具体的に言ってみて。具体的に、じゃあ、 まあ例えばね、こう行きつけのバーに入ってマスターいつもみたいな、あれのかっこいいですよね。じゃあそれを一回抽象化してみようか。ほう、さっきの行きつけの場合行ってマスターいつものかっこいい部分は大人しか行けない場所の常連になっているっていうところやんか。なるほど、これが抽象化をするっていうことですね。だからこれをもう一回具体化して、つまり大人しか行けない場所の常連になっているに当てはまる行動を松尾さんがすればかっこいい人になる。これが具体と抽象の往復ね。理解はできてますよね。だからかっこいい人になるために具体と抽象の往復をして松尾さんがすべきことは、お区役所整理券いらず。やねんな。違う。だって区役所って大人しか行けない場所やんか。行く必要ないですか。で、常連になっているから整理券いらずでかっこいいよな。区役所通い詰めても整理券はいるで。いやし、別に住民票顔パスで取れてもね、そういうのはないと思いますけども。でもどんどんかっこいいの言うていって。なるほどね。じゃあ、まあ例えばこうギターとかね、弾けるようになれたらかっこいいですよね。なるほどね、はい、じゃあ鉄を打ち、途中の経過は絶対に教えてない。パニックな、それだけ聞いてる。ギターのかっこいいところは指の皮が硬くなるとこやから。だから間違えてました。あれは別に醍醐味とかじゃなくて犠牲やからね。じゃあ他、じゃあ例えばジム行ってね、こう体鍛えたりとかやっぱしたいですよね。じゃあコストコ行き。ケンスケファミリーには1ミリも憧れてないのよ。会員登録をして重たいものを持てるから。どっちも別に月額で重たいものを持てるっていう変態サウスだよ。じゃあカメラ旅とかいいですよね。じゃあ雑巾絞り。かっこいいの認識一緒で合ってる。これできるか。カメラのかっこいいとこここなわけ。じゃあボルダリングとかいいですよね。プロ野球のピッチャーになり、より難易度上がるのは違くない。滑り止めの白い粉かにつけるか。なんで俺ロジン選考でドラフト選ばれないんだ。じゃあもうバイク乗るとかですかね。バー行き。バー行っていいなら俺区役所行かんでよかった。こちらの女性にカクテルを一つの手の動きが追い越してくださいの手信号みたいになるから。追い越しの手信号のためにバイク乗りたくないし、俺バイク乗るとしたら追い越されたくないかも。トップ走りたいんで。無理ちゃう、全然今のところ往復ができてないですよね。これ舞台の上をぴょんぴょんしてるだけです。どんな時間ですかこれ。まあでもかっこいい人になりたいならかっこいいと思う生き方をしたらええやん。具体的に言え。もういいな。どうもありがとうございました。